こんにちは、会長です。今回ですね、新しいボーイドールのコスチュームを手に入れてしまいました。まあ、ずっとね金コス使ってたんですけど、ちょっとね今回ね、ボーイドールのコンパスカフェのねコスチュームいただいたので、バトルアリーナでブラチ掘りながらね使っていきたいと思います。とりあえずクロナーパイセンが上に行ったんで、僕も上に行きましょうかね。まあ、ラビーに守ってもらえたら嬉しいんですけど、イスタカがいると正直しんどいところある。当てた。まあ、これやってもらいましょうか。オッケーオッケーオッケー、ナイス。で、まあ、C 取って3点で勝ちだと思うんで、ラビーに任せて僕は C に行きます。オッケー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 。まあ、メダルなしでもまあいけますよ。最近ねちょっと3固定でボイドールを使うっていう場面があんまりないね。あんまりないので、まあ、なかなかに難しいんですけど、まあ、野良だったらかなり強いと思うんで、今回はこのコンパスカフェで働いていこうと思います。コンパスカフェで働いてみたいよな。ちょっとなんか体験で働けないですかね。なんかコンパス塾あったけど、逆にコンパスカフェで働くとかないんかな。下行くか。なんか相手諦めてる説が終わりなんですけども、あれ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 はいはい、気を取り直してもう一戦やっていきたいと思います。相手がなんかスプタンマッチだな。まあ、先に3点取れればいいんだけど、相手がドアありそうなんでちょっとしんどそう。まあ、ちゃんとスタン3枚ね変えずに来たんで、まあ、とりあえずはウェポンがたくさんあるからなんとかなるとは思うんだけど、まあ、とりあえず取るには取るんだけどさ、これレルカのカバー間に合うかな。間に合わないよね。オッケーオッケーオッケー。まあ、とりあえず1枚やる。ナイスゴーレ。殴って殴って、はい、これやばいな。これナイス、ワキー。これやってもらえたら嬉しいんだけど、なんか裏行ったんで助けに行きます。助けに行きますじゃなくて裏を見ます。で、味方も裏取りをしてくれましたね。これいろいろとめんどくさいな。それ主流でやってくれたらだいぶでかい。じゃあ触ろっかな。で、奥で2オンしてくれれば OK。で、取ってくれたんで、とりあえず、自陣を広げましょう。多分、ライザがね、徒歩だったんで、多分大丈夫だと思うんですけど。で、今のうちに C を取って、B はね、ヒーロースキル剥がれちゃったんで、無理かなって思うんですけど。まあまあまあ、どんまいどんまいどんまい。回復入れて大丈夫。奥は OK。 どまい。まあなんだかんだ、なんかずーっとメダルないとスタン当たんないとか言ってたけど、まあ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 、ガンナーがいなければ近づく時間もあんま関係ないんでいけるな。アバカンが正直しんどいところはあるんだけど、ライザ裏行ってくれたんで、まあ、グス狙いに行ったのかなって思います。ただルルカが見てくれてるから大丈夫そう。やばいやばいやばい、危ない危ない、ナイス。これは大丈夫。ナイス。ライザが踏んでるのがちょっとだるいな。やばい。てる、当てて、これこのままやりたいな。やりない。まあ、ただ C は見れるか。ナイス、 OK。 危ねー。これはね味方がうまかったですね。ありがとうございます。いやー全然全然、僕もねちょっとミスってしまったんで
誰と喋ってんだよっていう。いや、よかったよかった、ありがたい。いや、マッチング終わってますー。なんかスペさんマッチめちゃめちゃ引いてね、なんかいい試合が取れなかったんですけど、なんかやっとガンナー来たと思ったらガンナー2なんですけど、やばいですね。いろいろね、デッキ試したんですけど、なんかこれが一番強いね。強いわ。ダメカもやったし、ダメカもやったし、ベガ、トスタン2枚もやったし、って感じなんですけど、痛いねー。こっち取れるんじゃない？一回取れる。毒なら大丈夫。亡霊がいつ来るかによるんですけど、いやー、マジスクもらってない。いただきます。5-0か。ナイス、よかった、裏取れて。あぶねー、ミスったら終わりだからな。亡霊で剥がされてたらちょっと先般気味ではあったんですけど、先般ではないか、亡霊で剥がされた上に自陣が崩壊してたら先般だったのか、まあ、怖いですね。ゴーゼルできてよかったわ。惜しくはない。なんか味方に会長がいたんですけど、嬉しいな。相手に行く固定か、なるほどね。最後はね、キンボイドでやっていきたいと思います。このメダルゼロと足球の違いをね、体感していきたい。早い早い早い。あれ？なんだこれ？さすがにルルカにはやられちゃうと思うんですけど、これは触ってもよろしいか？よろしくはないな。裏行きましょう。上行っちゃったのはダメです。はい。よろしくないですね。よろしくないんですけど、僕の足球だったらカバーできちゃうというかね。はい。あー、回復あるんかいって。あるんかいって。まあ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 、ポータル踏んでないリリカだったらやられることはないんで、とりあえず怖いから自陣を広げてから行きましょう。一応人数有利では上あるから、まあ安定宅は取りたいね。さあ行けますか上って思ったんですけど、どうだ、どうなるんだ。いった、めちゃめちゃ早い相手。ナイスキル。スキアシャは大丈夫。これタゲ俺が取る、タゲ俺が取るって思ったけど大丈夫そう。反対広げるかって思ったけど C 行きましょう。反対は任せます。今のも芥川が回復がなければ C 行ってもらって、僕が二陣広げようかなと思ったんですけど、足球だったらね、考えてることが早くできるという、素晴らしいですね。これ一人釣ります。でリリルを一緒に動けなくできるので、リリカを一旦下ろして、あれ大丈夫そう。え、当たらないんだけど、ごめんね、やらかしー、やらかしー。あぶねー、ごめんなさい、マジでやらかした。普通に下手くそ、普通に下手くそでした。まあ、このまま上行こうかな。リリカはヒーロースキル溜まってるんで、ナイス。ユニードはあと10秒。ヒエルかけとくか。アイス3かけて、まあこれは大丈夫。
痛い、やめてください。ナイス。いや、よかった。会長との共闘ということで、まあだいぶね、足早いっていう感想しかないんだけど、でも絶対違うと思う。スタン外しちゃったからさ、足目の方がスタン当てやすいとかちょっとドヤ顔で言えないんですけど、ですけどね、多分上手い人なら足球の方が強いと思いますね。はい、やっぱりメダルはね重要ということが分かりました。コンパスカフェの、コスチューム、コンパスカフェに行ったら多分もらえると思うんですよ。うん、もらえると思うんで、条件はちょっと分かんないんですけど、まあ行ってなんかしたらもらえると思うんでね、皆さんぜひ、東京と大阪でコンパスカフェあるんで行ってみてください。はい、ありがとうございました。